公立大学法人静岡文化芸術大学は、日本の公立大学法人、静岡文化芸術大学の設置者である、静岡県浜松市中区に本部を置く、学校法人静岡文化芸術大学が設置、運営していた静岡文化芸術大学を引き継ぎ、2010年より大学の設置者となった、理事長のもとに3名の理事が置かれ、それぞれ経営。 教育研究、総務の各分野を担当する。初代理事長には文部大臣などを歴任した物理学者の有馬明人が2010年4月1日付で就任すると発表された。また、経営を担当する理事には千葉工業大学惑星探査研究センター所長を務める物理学者の松井隆則が就任する。総務を担当する理事には 旧学校法人の副理事長であった鈴木義彦が就任し、教育研究担当の理事は公募により選考され、前静岡大学学長の京直緒隆が担当する。2010年3月文部科学省及び総務省より設立認可を得た。法人の設置者は静岡県であり、同年4月より静岡文化芸術大学を設置、運営している。 カッコ内は在籍当時の代表的な役職、配分以降はその他の代表的な役職を示す。教育機関、研究機関としての静岡文化芸術大学に在籍した人物については、静岡文化芸術大学の人物一覧を参照されたい。ありがとうございます。